そうですね、まずこの雷神のチャンピオンっていう、まあ、肩書きがある中で、違う団体に、送り届けてくれた榊原社長、本当にありがとうございます。本当に主催者からしたらお金になる選手をこう違う団体に送るのって本当に選手のことを考えてないとできないことだと思うので、まあ、僕は本当にこういうすごいプロモーターがやってる団体に出てることを僕は誇りに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ弟がね、UFC に行くっていう中で、まあ俺は次平本なんかと戦ってる場合じゃないと思うんですけど、本当に今 JTT すごい環境でマジで強くなってます。俺来月は圧倒的な試合見せますんで、皆さん期待しててください。